おはようございます。朝食を作ります。照り焼きチキンサンド。ちなみに昨日の晩ご飯で、これ作ってですね、なのでちょっと手慣れております。千切りキャベツお願いします。はい、焼いてる間にタレを作ります。酒、醤油、みりん、砂糖。オッケー。生焼きか。ちょっと急いで作ったら火の通りが甘かった。なのでオーブンします。はい、ミスった。これによりですね、仕事行く前の宮子さんに、これを食べさせようと思ったんですけど間に合わず、ごめん。ジューッとかすかに聞こえます。いい感じ。ごめんね、食べれなくて。また作ってあげるよ。すごい荷物なんだわ今日。全部私物。ありがとう。頑張って。では続き。キャベツが飛び散った。うお、うまそう。ということでなんとか完成しました。宮子さんには食べさすことができなかったですけど、一人でいただきます。うまい、めちゃくちゃうまい。でもこれはね、ほんと簡単で、チキン照り焼き。しかもこのサンドイッチスタイル、これからの季節暖かくなってきてピクニックとかでめっちゃいいかもしれないです。いやこれはね、ちょっとこれから自分の数少ないレシピの一つに加わって嬉しい一品となりました。このカメラを開封する時が来ました。ルミックス S5 Mark II。 このカメラはですね、もともと発売日にもう到着してて予約注文してたんで、ずっと家にはあったんですけども、今日3月16日についに開封、そして使用を開始しようかなと思っております。よっ。おー。でなぜ今日これを開封したかというと、ずっと欲しかったレンズが発売される日だからです。 14mm28mm という超広角ズームレンズ、これを今から買いに行って早速こいつにはめて運用を開始しようと思ってます。で僕が今まさにこのカメラで撮っている、ずっと Vlog カメラとして使っていた GH5S なんですが、これはマイクロフォーサーズのカメラで、ここにつけてるレンズが 7mm14mm というですね、これもまた、超広角ズームレンズなんですが、これはマイクロフォーサーズ用のレンズなのでこのフルサイズカメラにはつきません。でも同じような画角で Vlog は撮りたいなと思っているので、これと似たような、ほぼ同じような画角のフルサイズ版のレンズということです。今から新宿に行って買いに行きたいと思います。マップカメラで購入しよう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速使ってみよう。ということでレンズ装着してみました。大きく変わったのはやっぱそのセンサーのサイズと、あとオートフォーカスのスピードがすごく速くなったっていうのと、あと手ブレ補正が、今まで手ブレ補正なしでやってきたんだけど手ブレ補正がついたから、ちょっとねこの四隅がね若干グワングワンするのが特徴なんだけど、それが気持ち悪いか気持ち悪くないかっていうのも、含めてちょっと手ブレ補正
オンにして試したいと思います。では早速切り替えたいと思います。こっちに。ということで新しいレンズとカメラで早速歩き撮りです。気持ちいいね今日は。このレンズの特徴がめちゃくちゃ寄れるっていうので、まあマクロに近いレンズなんだけど、どんぐらい寄れるかっていうと、まだ行く。コンタクトレンズが見えてる。すごい。っていう、こんな必要あるのかってぐらい寄れます。じゃあ次は、2台を一緒に持って撮影です。こっちが GH5S で、こっちが S5M2。 今両手に2台持って撮影しております。ともに 35mm 換算で 14mm で、フォトスタイルが僕いつもナチュラルっていうのを使ってて、両方ともその設定にしてます。 GH5S の方は今まで通りノー手ブレ補正で歩いております。こういうのね、よく YouTube で、やってる人いるよね。僕もよく見るんですけど、まさか自分がやるとは思わなかったけど、こんな大変なんですね。重たい。まあ、でも色味若干違うね。正直こっちの今まで通りの GH5S の色味の方が好きかもしれない。あ、重たい重たい重たい。ふと思ったんだけどさ、普通こういう2機種取り比べって今話題だったり人気のカメラを比べるもんだよね。この GH5S ってかなり古いんだけど、今使ってる人いるのかな。まあいいか、参考にならなくても。